お風呂の追い炊きができないのは、タンクのお湯の温度が低いためです。タンクのお湯の目盛りは、約45度から90度のお湯の量を示しています。タンクのお湯の温度が十分に高いときは、目盛りが表示されていれば追い炊きができます。追い炊きを開始します。熱いお湯が出ます。ご注意ください。目盛りが表示されていても、タンクのお湯の温度が45度近辺の時は、追い炊きに必要なタンクのお湯が足りません。追い炊きに必要な熱量がないため、追い炊きができません。また、追い炊きの途中でタンクのお湯の温度が下がると、追い炊きを停止します。この時は、タンク沸き増しボタンを押して、タンクのお湯を沸き上げてください。